福山雅治さんのスコールいきます。難しいな、こう弾きながら歌うっていうのは難しいですよね、本当ね。ちょっと初めはこれで習ってたんだけど、メロディーばっかりずっと200曲ぐらいやってるとね、また弾き語りが難しくなってくる。コード忘れちゃうもん。したけどみんなウクレレやろう。